南陽市、高畑町、川西町の小学校でも今日入学式が行われ、合わせて480人が入学しました。川西町立玉庭小学校の入学式の模様をお伝えします。玉庭小には今年度2人が入学し、元気に登校しました。そして校舎の前で2人仲良く記念撮影。式では担任の先生から2人の名前が紹介されました。田宮健一校長は、元気に学校に来ること、しっかり挨拶をすること、この2つを守って賢くしなやかでたくましいピカピカ輝く1年生になってくださいと新入生を激励しました。この後2年生と3年生の4人が前に出て、スポレク大会や学習発表会など玉庭小の1年間の行事について書いた絵を見せながら紹介しました。続いて6年生の代表児童が歓迎の言葉を述べました。僕たちは明るい挨拶を響かせることを頑張っています。朝は元気な声でおはようございますと言って一日を爽やかにスタートします。明るい挨拶をするととても気持ちがいいので、僕たちと一緒に挨拶を頑張り、素敵な学校を作りましょう。最後に新入生の2人が緊張しながらも上級生の方を振り返り、よろしくお願いしますと挨拶すると、上級生たちも温かい拍手を送り、新しい2人の仲間を歓迎していました。明日は米沢市の小学校で入学式が行われ、16校合わせて528人が入学することになっています。なお玉庭小の入学式の模様は5月1日日曜日からのみんなの世界で放送します。